尖閣諸島に中国海峡局が侵入を繰り返す中、中国の言い分は台湾が尖閣諸島を領土と主張しているのを逆手に取っている。現在では台湾を通り越している状況だ。今回は尖閣巡視船部隊に大型巡視船やさずきが就役、詳しく見ていきます。台湾が尖閣を領土と宣言撤回し、日米で台湾を防衛するって、話でちょっと動き出すような、私だけの考えです。この2021年11月19日には、中国海警局の所属船舶4隻が、今年累計で31回目となる尖閣諸島周辺海域の日本の領海へと侵犯を行う事態が発生しており、同海域における中国側からの圧力は増すばかりという状況にある。日本政府では、松野官房長官がこの事実を認め、中国政府に公式な外交ルートで厳重な抗議を行ったと記者会見で語ったが、中国側がそうした行動を革新的に行っている以上、今後も続くことは容易に想像できる。ちょうど1年ほど前の2020年11月には、中国の王毅外相が来日していたが、この際にも王毅外相はいかにも尖閣諸島は中国が領有する場所であるかのような発言を繰り返し、日本側のそれを放置するかのような対応も記憶に新しい。ここで王毅外相は、中国が尖閣諸島を領有しているという事実を理解していない一部の日本の漁船などが同海域への侵入を繰り返しており、その対応に中国海警局の船舶が追われているかのような発言を行っていた。こうした発言を日本側がその場で訂正を求めないことをいいことに、中国側は王毅外相の発言がさも事実であるかのような体裁を繕い、中国の尖閣諸島領有を既成事実化するという自らに都合の良い方向に推し進めている。特に今年2021年2月には中国海警局の武器使用を大幅に緩和する海警法の改正を実施しており、従来以上に現場の中国海警局の船舶の乗組員らの恣意的な判断で携帯及び船舶備え付けの重火器を使用可能にしている。続く4月末には海上交通安全法を制定し、9月から施行させているが、同法は中国の領海内を航行する外国籍の船舶を中国海警局の判断で退去させる権限を与えると明示しており、尖閣諸島周辺に適用させてくるのは確実だろう。海警法にせよ、海上交通安全法にせよ、そもそも民主主義の法治国家ではなく、むしろ路人治国家とでも言うべき中国が法に基づいた対処を行うという定義自体が噴飯ものなのだが、狡猾であることは認めざるを得ない。いずれはこうした中国が一方的に制定した法であっても、これを盾に尖閣諸島周辺海域における日本の漁船や海上保安庁の巡視船等に対して、中国は法にのっとって適切な対処をしたと主張し、排除を正当化するのだろう。こうした尖閣諸島周辺海域が危機的な状況下にあると言える2021年11月12日、海上保安庁に最大規模の巡視船である黎明型3番艦のあさずきが就役を迎え、中国海警局へ対抗する新戦力となることが期待されている。あさずきは排水量約7300トン、全長 150.0m、全幅 17.0m、深さ 9.0m の艦隊に軸出力で36000馬力を発生する4機のディーゼルエンジンを搭載しており、
海上保安庁の巡視船としては前日通り最大規模だ。例えば、海上自衛隊の最新鋭のイージス艦である、マヤ型護衛艦でも、基準排水量8200トン、満載排水量1万250トン、全長170メートル、全幅 21.0 メートル、深さ 12.0 メートルの規模であり、浅月の大きさがご理解いただけるだろう。浅月は、その艦隊の大きさに準じて、兵装面でも、海上保安庁の巡視船としては、多数が搭載されており、スウェーデンボフォース社製の 40mm 単装機関砲 MK4 を2機、ゼネラルエレクトリック社製の 20mm バルカン砲 M61 を2機備えている。また、浅月は、艦隊オブに、ヘリコプター用の離発着甲板と格納庫を装備しており、通常時には、1機のヘリコプターの搭載が、標準とされているが、物理的には、最大2機、なので、収納と運用が可能であり、航空運用能力の高さも特徴である。浅月が艦載機とするのは、ユーロコプター社製の EC-225 シュペルピューマムキータスヘリであり、同機を2021年3月の段階で海上保安庁は10機保有しているが、さらに追加で5機の調達を行う予定とされている。これは今回秋月が配属される海上保安庁の第11管区海所保安本部で最も注目を集める点でもあり、同保安本部には、これまで、もっとサイズの小さいシコルスキー社製の S76D ヘリコプターを1機搭載できる、巡視船しか存在していなかったためだ。それらは、うるま、沖縄、琉球の3隻の津軽型巡視船であり、排水量約3200トン、全長 105.4 メートル、全幅 14.6 メートル、深さ 8.0 メートルと小型の艦隊であるため、運用可能なヘリも、それに準じたものだった。シコルスキー社製の S76D ヘリは、搭乗員2名以外には、最大で12名ほどの収容力を持つ機体だが、ユーロコプター社製の EC-225 シュペルピューマムキータスヘリは、3名の搭乗員以外に、24名の収容と1機で、倍に相当するキャパシティを持っている。このため、浅月は、非常時に、仮に、機の EC-225 シュペルピューマムキータスヘリを艦載した場合には、うるま、沖縄、琉球ら津軽型巡視船の4倍の輸送能力を持つ計算となり、警備や救難活動能力が飛躍的に高まると言えるだろう。こうした新造の大型巡視船、浅月の配備など、尖閣諸島周辺海域に向けた、海上保安庁の警備力の増強は随時進められているが、同海域への中国海警局の進出の影響は大きく、一部からは、すでに、そこは、日本の領海とは言えないとの指摘の声も聞かれる。主として、これらの主張を行っている人々は、漁船等に乗り込んで、尖閣諸島に接近を試みた場合、中国海警局の船舶からの妨害を危惧する海上保安庁の巡視船によって、そもそも接近することを禁じられてしまうと憤っているようだ。中国海警局の船舶が、現在のように4隻を1組とする船団体制で尖閣諸島周辺海域を闊歩するようになったのは、2012年に魚釣島らの3島を日本政府が国有化して、以降から特に顕著となったものと見さされており、この動きへの中国側の反発が大きいようだ。そこからは、日本政府が尖閣諸島の領有化を強化しようと政治的に動いたことで、むしろこれを妨害しようとする
中国側の強硬路線を招いたともいえ、日本の漁師の方々が普通に漁場とできる状態ではなくなったのは事実かもしれない。しかし、この状態をもって海上保安庁が中国海峡局、海警局の船舶に対して弱腰な対応をしているかのように主張するのは疑問であり、日本政府が政治的に確固たる方針を支持しない限り、海上保安庁の船舶個々の判断での対応はできないだろう。現時点で海上保安庁の現場の船舶が取り得る対策は、日本の漁船が中国海警局の船舶から危害を加えられないようにガードすることであり、いたずらに中国海警局の船舶に好戦的な態度を見せるわけにもいかないという受動的な立場しか取り得ない。これをもっと能動的にせよというのは、現場の海上保安庁の船舶に言うべきことではなく、日本政府そのものへの対応を問うべきであり、現場判断で勝手な振る舞いもできない海上保安庁の職員の方々にこれ以上の負担を強いるべきではないと思える。1972年の日中国交正常化の際に、尖閣諸島の帰属問題については棚上げとしてしまったツケが今の現状に回ってきている状況であり、海上保安庁自体に現状の責任を追及するような物言いは全くの見当違いと言うべきだろう。